ものすごく、脳鍛えて5分間の鬼トレをやっていきたいと思います。はい、今日は体験マンです。行っていきます。今はちょっと 2D 表示にしてますね。 3D 表示にしたら見えない。一度 3D 表示にしてみましょう。こんなちょっと画面が悪くなりますので 2D で説明していきたいと思います。では始める。私、東北大学で脳を研究している川島です。早速代表的な鬼トレ、鬼計算をやりましょう。ただの計算問題ではないですよ。まあ、ルールは簡単なのですぐ始めましょう。ルールはご存知ですね。それでは私も心を鬼にしてお試しいただきます。5分続けていただきたいところですが、今日はお試しなので軽く3セットやってみましょう。まずは1バックです。鬼計算はじめ。 OK、 やりますね。あっと、 OK、 やりますね。よし、持ち直したかな。その調子。最後です。頑張りましたね。ちょっと失敗をしてしまいました。正解率 72% 失敗してしまいました。多分まずは第1セット終了です。次のステージに行けるんじゃないと思いますけど。鬼トレはレベル、つまり難しさをあなたに合わせて変えていきます。この正解率を見て、こんな感じでレベルを上下しますよ。では第2セットに進みましょう。今回の正解率は 75% くらいでした。 75% くらいなのでレベル据え置き、鬼計算はじめ。やりますね。続けて。1問、全問正解。正解率 100%。 次は最後の第3セットです。 85% 以上なのでレベルアップ、鬼計算はじめ。その調子。あ、OK、やりますね。続けて。
で。よし。立ち直ったかな？最後です。頑張りましたね。正解率 83%。 3セット終了ですね。お疲れ様でした。ちなみに初めてでこの記録なら60代から70代の人と同じくらいですね。少しだけお試しいただきましたが、本格的な鬼トレは5分続きます。あなたに合わせてレベルを調整して、能力ギリギリの難しさで厳しく鍛えます。鬼トレは厳しいから効くのです。毎日鬼トレを続けるとこんな効果が期待できます。仕事や勉強の効率が上がったり、目の前の大事なことに集中できるようになったり、他にも家事やスポーツがうまくなったりなど、いいことがいっぱいあるんです。大人の方だけでなく、お子さんにもおすすめですよ。ものすごく脳を鍛える5分間の鬼トレーニングには、鬼計算の他にもいろいろな鬼トレが入っています。さらに脳の老化防止が期待できる脳トレや、脳を休めるリラックスなど、いろいろ取り揃えています。ぜひ私と一緒に脳を鍛えましょう。